阪神高橋遥人が11日広島戦で1軍先発。阪神高橋遥人投手2811日の広島戦京セラドームで先発起用されることが4日濃厚になった。登板すれば巨人と対戦した21年11月6日のクライマックスシリーズファースト S 第1戦以来1009日ぶりの1軍公式戦登板になる。4月17日に実戦復帰して以降は中東会場の登板間隔を空けながら段階的に球数を増やし、7月13日広島戦では8回103球を投げた。肉体面でも成績面でも1軍登板の準備が整った。夏の長期ロード中のチームは明日6日ヤクルト戦から9連戦が始まる。既存の先発ローテーションの6人以外にもう一人投手を用意する必要があった。高橋が11日広島戦に入ることで西雄は今季2試合計15イニングで1失点の12日巨人戦東京ドームで回ると見られる。点を取る取らないは別として打線の調子と左打者の数でいうと広島が一番ハルトには向くという判断なんだろう。西勇気を巨人戦に回すというローテを崩してまでハルトには期待をかけている現れと思う。気負わず一人一人と向き合ってほしい。チームの調子が良いので復帰登板のチャンスが回ってきたな。それだけ余裕が出てきたのだろう。しかし高橋遥人も嬉しいだろうが、待っていたファンも相当に嬉しいよな。勝ち負けじゃなしに無理せず元気な高橋遥人を見せてもらえればこんなに嬉しいことはない。高橋遥人は間違いなく好投手です。巨人戦の完封勝利もある。度重なる故障で手術リハビリの繰り返しで長いシーズンを棒に振ったがやっと投球ができるようになった。才木投手のような復活を期待するが無理はしてほしくない。ついに来たね。いや本当に良かったわ。まだ早いって意見もたびたび見かけるけど、後半戦に入って打線が復調。9連戦での追加枠、2軍登板での活躍、1位とはいえリーグ最弱打率の広島相手などなど、出番としてはここ以外考えられないタイミングだと思う。岡田監督は粋なことをしますね。今一番勢いがあるシーカープ戦に3年以上1軍登板していない高橋遥人投手を起用する見込みとはとっても楽しみですね。遥人投手の中で良い緊張感はあると思いますが、一球一球噛み締めだから楽しく投げてほしいです。知ってる人もいますが、前世紀だったあの中日の大島、巨人の坂本、ホークスの柳田を翻弄したので有名な投手です。あまりにも怪我離脱が多いため虎の妖精だったりガラスのエースだったりいろんな異名を持っています。12日の巨人戦かと思ったがその前の広島戦でしたね。いずれにせよ重要な試合に変わりない。勝ちがつけば遥人にもチームにも大きな勝利となる。投げて5回までだろうからしっかり腕振って投げてほしい。とうとうこの日が来ましたか。チームは9連戦の真っ只中、ローテ的な事情でチャンスが巡ってきましたね。大事な広島戦との驚きだが、投手野手みんなで高橋遥人投手の復活劇を盛り立ててほしい。いよいよですか。一軍復帰登板が近づいてきてきましたね。まずはお試し期間みたいなやり方で投げることが良いと思います。そして来季は必ず先発ローテに加わり完全な高橋遥人の投球を見せてほしいです。点数の状況に関わらず最長5回まで投げたら一旦抹消して様子を見る。そのくらいに慎重になってほしい。これまでの故障続きの高橋を見ているとファンとしてはどうしても心配でそう思ってしまう。タイガースファンじゃないけど日本一の左腕と思ってます。どこまで戻っているのか、もしくはマイナーチェンジした姿なのか楽しみですね。いよいよだね。楽しみにしていた以前のように150キロ以上連発の圧巻投球はないかもしれないが、制球力が高いのでうまくやってくれそうだ。長かったね。よく辛抱したと思います。辛いこともあったでしょうね。負けても良いので怪我なく無事登板してほしいです。ほんまよく我慢しました。お帰りなさい。いよいよこの日が来た。島本や才木に続く復帰組として無理なく復活への道筋をつけてほしいです。好調打線のカバーに期待して普通に投げてくれたら万々歳。お帰りハルト。湯浅くんも上がってきてほしいと願ってたけど、また左脇腹の筋挫傷で離脱しているとな。怪我だけは気をつけて頑張って。待ってました。長くて辛かっただろう。リハビリを超えてようやくただ投げるところを見られる。それだけで嬉しい。シーズン最終盤に調整登板するかもと思っていましたが、こんな優勝争いの真っ只中で先発するとは正直びっくりです。嬉しいな。今からワクワクしますが、野球の神様に手がなく投げられるようにお祈りしますよ。とうとうこの日が来た。勝ち負けは別に、ハルトの投球が見たい。なのでその日まで連勝しておいてください。できれば巨人戦にぶつけてもらいたかったが、何はともあれ復活おめでとうハルト。頑張れハルト。これ本当か。嬉しいけどまだ出力足りないって感じてたから期待と不安が交差する。投げるとなったらナイスピッチング頼むよ。ほんまに嬉しい。できればバンテリンの才木くんのヒーローインタビューのような感動をお願いします。ハルトくん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。